ありがとうございました。真面目に僕泣きそうになりましたからね。本当ですか。本当にストーリーとこのなんていうんですか、雰囲気と、撮影曲ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、なんか言っちゃった。あ、いいよ。行くよ、早く。本日はみひろさん、マンス通り、みひろさんの金箔のショーを撮影させていただきました。ちょっと真剣に、真剣になんか泣きそうになった。いや、金箔で泣きそうになるってなんだろうなって自分でも思いながらもちょっと真面目に泣きそうになった。なんかすごいさ、練習したのがめっちゃ伝わってくるの。やっぱね、違う、本当に真剣にやってる、うん、本当にね。客引きの言葉全部嘘です。すごいロマンス通り、あ、いい通りだなこれ。池袋です。お腹すいた。明日仕事なくなっちゃったから山内農場で飲みて。山内農場で飲みますか。じゃあ、え、山内農場でも鳥だよ、地鶏で。え、山内農場って魚介もある。あ、そっか、なんて魚介かな。え、いいですよ。今やってるビーガンのお店、あの台湾人のおばちゃんの餃子屋さん行く。行きますよ、行きますよ。ちょっとね、メモったんですけど、ダメ。でも何がしたいのか分かんなかった。ダメよりもね、やっぱりね、準備のね、あの縄がね絡まってるのをそこで直すっていうのは最悪だと思う。あれ、本ちゃんで、違う、本ちゃんで、え、誰が絡まった。いやいや、そういうこと言うと、いや、これはあれなんだ。あとね、やっぱね、ダメ、みひろさんだったらすげーかっこいい。使えなくなるからやめてください。みひろさんだったらめっちゃかっこいい。いや、俺ね、悪いけどね、それだけでね、もう引いてるから、ピーばっかりになっちゃう。いいじゃん、ピーばっかりになっちゃうから。そこカットして。俺メモりましたもん、ちゃんと。ミスター、ね、メモってんなって思って。メモりました。みひろさんがイケメンすぎて全然使えなくなるの。拍手の音も全然違う。全然使えなくなるからやめてください。もうね、金箔はね、愛情がないとね、暴力装置なんだなっていうのがね、思いましたね。なんかね、自我が強すぎ、縛ってる人の自我が強すぎると、なんか、俺が縛ってやってるみたいなね。カメラ写真撮ってじゃん。そう。だからピーになっちゃうからダメ。もう何も使えなくなるからやめてください。そうなんだよ。だからなんで出ても同化なんだよね。出ても同化して出るっていう感じ。こんなにこれでハッピーバースデーはちょっときついぞ。この食パン。そうなんです。でね、やっぱりライティング、ショーアップの基本はライティングだなというのを思いました。写真もそうなんですけど、まあ野球とかもなんだ、あったじゃないですか。ここに農園切り開いて野球場作れば人が集まるみたいなやつ。あれってやっぱり J リーグの出だしもそうなんですけど、ナイター設備、ナイター照明に映えるユニフォームを水野一社だったのよ、全チーム。でそれで
川淵さんが注文出したのがナイター照明に映えるユニフォームを作ってくれっていう。だから照明なんですよ、やっぱりライトアップされたこれはなんだ、ライトアップされるとこのガじゃないけど人って集まってくんだよ。だからそこがショーというショーアップっていうのはやっぱライティングなんだなっていう。写真もそうなんですけど、という感じです。で、例えば僕が縛って写真撮るとしたらそれって持ってあげたらなんか顎ばっかり映っていや、いいんです。それってだから演者は撮れないけど撮影し撮影者は何酔っ払ってんの、酔っ払ってなんでか分かってる、照れてんだよ、照れてんの、なんで照れる、あのね、自分で縛って自分で撮影するってどうなのかなと思ったんですけど、それってやっぱりあのプレイヤーが写真撮れないのと一緒で、写真撮る人はプレイしちゃいけないんだと思うんですよね。プレイヤーになったらその自分のプレイしてるところは撮れないし、自分が撮るときって自分がプレイできないっていう、その当たり前なことなんですけれども、ということで、どっちを選ぶかで、僕は西一番が池袋です。撮影する方を選ぶという、選んだという感じです。で、公式のカメラマンさん、フォトグラファーではないカメラマンさんがいらっしゃったんですけど、それって、同じ感覚でなんか事務的に機械的にシャッターを押してたんですね。それカシャ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 ってで、それって全然あの感情が入らない写真であってで撮る必要あるのかなって、それだったらムービーで回してた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。あとそれに関してのカメラの音ってすごく大切だなという、その方は相変わらずのソニーのアルファを使ってたんですけど、ミラーレスの方、それって音消せるので音消した方がいいんじゃないというふうに思うような、感じでした。で一応ね、アルファの音もあれ機械的に出しててあの作った音なんですね。あれは撮ってるぜってカメラが出してる音っていうか、音をわざとカメラが出してるんです。で一応いろんな計算をのもとにあのシャッター音っていうのは作ってるらしいんですけれども、ひどい、音が悪い、邪魔っていう、本当に何つったらいいんですかね、カメラは音大切だなっていうふうに思いました。あとはですね、そんな感じです。ビートさん素敵でした。はい、ということで、池袋です。
回回しました。違う、あの私が一番良かったのはミロさんに勝ったけど。おお。どうってなっても。おっぱいの形がミッタン好みだったね。そう、いや俺全然見てなかった。そこじゃない。うん。全体見た。いや、あのね。ミヒロさんの前の方が S の方の方がすごいなんかいい見せ方、演技というかなんていうの、表情といういい見せ方をしてくれてたの。そこでダメダメな人、ダメ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 な人のあの S の方が指の使いとか目の使い方とかすごくいい、すごいしょんぼりしてた、見せ方をしてた。すごいしょんぼりしてたよ。だあれ師匠だからね。あれ師匠なの、違う、なんかの師匠だから。だってあれあの刺された点の司会をやってたって。やってたよ、今の。うん、だからあの人の、え、あのおじちゃん、おじちゃん、あの人で有名な人なんだ。そうなんだ、うん、そうそう。反省できない人は成長はないと思います。本当にファンなんだけど、私肝心のシーンの写真ある、みひろさんがこうカッてやるシーンとかさ、足舐めるシーン、あれよかったわ。あとね、うおーってなったもん。じゃあでもさ、おーとかいうさリアクションしたかったけど、なんかみんな静かに見てたから。みんな思って。